平成最後のお田植え祭。お田植え祭は田の神を祀って豊穣を願う農耕儀礼と結びついて祭礼となったのが起源とされている。八王子に伝わるお田植え祭の秋の刈り取りまでの田んぼの移り変わりの様子を記録いたしました。皆さん、本日は皇嗣ともご対応の折ご参列を賜り、誠にありがとうございます。本年度は鈴木俊夫様に高校舎の任用を引き受けいただき、今日を迎えることとなりました。改めまして、ただいまより祭主小安神社松宮種房宮司により平成30年度宮中新嘗祭建国お田植え祭を開式させていただきます。この行事は全国に伝承されており、日本人と稲作との長く深い関わりを示している。農耕民族が主として栄えた日本、苦しい田植えの作業を楽しくする方法として田植え歌を歌いながら田植えをする風習があった。日本各地に現在も残っているようだ。儀式は厳かに執り行われています。八王子最古の神社として知られる小安神社の松宮種房宮司によって式典は執り行われています。この田んぼは前日より天下太平五穀豊穣ののぼりが上げられ、準備は行き届いていました。真ん中に平成30年度宮中新嘗祭建国伝という標識が立てられていました。これから田植えをする苗が大切に持たれています。田植えの儀式を行う人たちは農事に携わり、親子三代と子種に恵まれている方が選ばれました。こちらのカメラお願いします。
苗はすくすくと成長し、稲穂がちらほら出てきました。豊作を祈願し、小引神社の秋祭りが始まります。黄金色の稲穂に鮮やかな饅頭下げ、実りの秋を迎えます。時の流れは早い。平成30年6月5日の日、白装束に身をつけた早乙女が歩いた同じ道を歩いています。自然の景色が全く違う稲穂の道は、なぜか心が躍ります。農作業はお天気との勝負ですと、ミャンマーへ有機栽培の農業技術指導に出かけ、帰ってきてから行われる皇居での新嘗祭の献上品を細やかに気遣っていました。だから献上するお米はビニールハウスに今入れてある。ちゅうのは天気も不安定ちゅうのもあって、私も10日から14日までミャンマーに行かなきゃなんて、帰ってきてすぐ脱穀なんですよ。そうするともう雨入れちゃうとできなくなっちゃうから、予定通りやんじゃもうビニールハウスに干すしかないっていうことになる。